マウンティンはミャンマーの作家。小説、農民、ガバによって国内で広く知られている。イギリス植民地時代のエアワディ地方域のレッポターに生まれる。1920年からミャンビア市の公立中学校で英語とビルマ語の二言語教育を受ける。同年にヤンゴン大学で学生ストライキ事件が起きてビルマ語教育を重視する運動が盛んになると ビルマ人学校へ編入される。1926年にヤンゴン私立高校を卒業してヤンゴン大学の医学部で医師を目指すが、後に文学部へと進んで学士号を取得した。ミャンミア市のビルマ人学校の高等部教師やイギリス植民地政府の管理を務め、第二次世界大戦と共にイギリスと日本の戦闘が起きると、競利、レッポーターで、 ビルマ独立義勇軍の兵員募集の仕事に就く。日本軍の進出とイギリスの撤退によって1943年にビルマ国が成立するとバーモー政権の下で外務省事務次官や情報宣伝省次官となりビルマ連邦独立後には情報省の情報局長に就くが1950年に辞職してヤンゴン新聞の編集長となった。 1950年代には、ロンドンタイムズの契約記者となり、ビルマ作家協会会長、ビルマ新聞記者協会会長に就任する。1952年には、ビルマ新聞記者団として来日した。1977年から、短編小説や評論を発表する傍らで、パーリ語の産蔵をビルマ語へ翻訳する事業に協力して、1987年にはビルマ語辞典の、 編算委員に任命された。硬質な文体と風刺的な作風を特徴とする。1930年代のビルまでは、それまでの陰文による伝統文芸に対して表現をわかりやすくする、喫参サ,サーペイという文学運動が起こっていた。マウンティンもその影響を受けつつ、語彙を豊富に使った表現を保った。小説や評論を中心に執筆し、映画ワでの農民を題材とした。 短編小説、コーダーウン、擬曲、何が最も大切なのか、電気、ビルマの知識人などを発表している。最も有名な作品である、長編小説、農民、ガバは、1945年に執筆されて1947年出版となり、英語、中国語、ロシア語に翻訳された他映画化もされた。農民、ガバは、農民の戦争体験を通して、 イギリス植民地時代、バーモー政権下の日本軍、ビルマの戦いの終了までを描いている。同時代の作家であるダゴン・ターヤーやマウンスにンえ、民情らは本作の風刺性を評価し、ロジンのアキュー聖ン、エミール・ゾラの第一、小炉法府の開かれた諸女地との比較においても論じている。各国の文学紹介も手がけており、評論、世界文学案内や、 翻訳として、モーパスさん短編小説集、ジョナサンスウィーフとガリバー旅行記なども発表した。ありがとうございます。